第9回、えー、新千歳空港国際アニメーション映画祭、コンペティション短編部門学生コンペティション1で上映する、The House of l o s s の作家、えー、ジェーン・ジェンキさんです。 <laughs> えー、日本の学生作品には社会問題を扱ったアニメーション作品というのがとても少ないので、えー、ジェンさんの作品はとても貴重だと思いましたし日本人の学生にとってもとても良い影響を与える作品だったのではないかなと思いましたで、えー、と質問なんですけれども本作は、えー、ジェンさんのキャリアの中でも初めて取り扱うテーマだったと思うんですが、まあ、どのような思いから このの作作品を制しししたたかかままずお話ししていただけますかあの 10, 年10年前のことなんですけど、時は2010年ぐらいですよね。あの時、僕はもう韓国で兵役の通して、えーと、だけど僕だったらちょっとこの手の骨の問題があって、えー、と老人ホームで2年間働くようになりました。だけどこのあの時には、 僕の時ですね、僕の仲間とか友達には全部自分の夢のためにもういろんなコンペティションとかもうたくさん頑張って行ってたのに僕は老人ホームみたいな場所で何とか自分がなんかストップしてたという気分が本当に強く感じました。だから老人たちについてあんまり共感がなか全然なかったんですけど、えっと あの時には結構認床で残っているおばあさんがいましたけど、韓国の朝鮮戦争の後で生活して、で結構細って言っ,た言ってたんですけど、体は本当に細いでしたけど、手は本当に多くて、これが本当に微妙なイメージでした。だけど僕、後で。 えっと、来たおばさんの娘さんは本当にきれい手を持っていてたんですけど、あのイメージが本当に強くの記憶で残って、これからこの、これはこのイメージがきっかけになって、制作始めになりました。<laughs> えー、ということはあの、リサーチをしに行ったというよりは、もうご自身の経験がかなりベースになった作品ということですかはい、そうです。老人、えっと、で うん、絵を描くときにリソーチをしたかったんですけど、なんかコロナのせいで僕リソーチができなかったですね。なるほどえー、というと、こう物語としての部分とこドキュメンタリーとしての部分のバランスがとても注意が、えー、払われているのではないかと思うんですが、このあたりのバランスについてはどのように考えていますか、あのー 実は最初はあのこのおばあさんと仏名さんの物語だったらどうなるかと思っていましたけど、制作、うん、すればするほど、なぜこのイメージが私にとって重要だったのかについて質問をか必ずしなければならなかったんです。最初は自分自身が登場するコンセプトは全然な,な,ないでしたが、 あれば何か考えば考えするほど私もあの時代で結構コ,コンフューズな世界で生きていけたじゃないかなと思って自分自身が登場してこれはただし自分の記憶ですね観念というものを絵を描くものなのでダキュメントリー的なあのコンセプトが 結構いいんじゃなやあのとてもすごくいいバランスで作品が成立しているなと思ってあの見ながらとてもあの考えさせられましたありがとうございます最後の質問ですけれども、えー、現在はあの東京芸術大学を卒業して、えー、母国の方に帰られていると思うんですが今後のなんかこう活動のプランとかがあれば教えていただけますすかか将来でで今すか,今今ですか まあ、どちらでもいいんですけど、なんかもし、あの、せっかくこれ、いろんな人が見てくれるので、何か告知できるようなものとかがあっても <laughs> あの、全然いいですし、将来的に何かやりたいことでも構わないんですが。あの、僕が34歳になったんですけど、今考えすると短編ですね。短編を制作するときには結構1年ぐらいかかるんですけど、うん 現実的な問題なんですけど、なんか経済的にもそうだし、短、え、編、っと、を作った後になんかん、他のものに比べてちょっと影響力がちょっと <laughs> あんまり多くない気がしました、韓国では。だからできれば僕は今まで短編してたから、もっと長編とか、長編とか渡る 脳がいいんじゃないかなと思って、今は新しいシナリオを作成していったし、えっと、イラストとか、もう,もういろんなもう、うん、準備をしています。うん今年は結構休みながら。<あ> <laughs> <laughs> いや、ジェーンさんの,あの長編はすごく楽しみですね。あの期待してますので、ありがとうござい,ますいい作品をお待ちしております。はい。 それでは、えっ、ー、と、お話をお伺いしました。えー、The House of Loss のサッカージェンジェンキさんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。